JR 岐阜駅北側の玉宮通りを中心とした繁華街では、おととし施行された条例によって、いわゆる客引き行為が禁止されていて、違反した場合、5万円の過料が科される場合もあります。市によると、条例施行で一時は減少したものの、見張り役を立てるなどして指導を免れる行為が散見されるようになり、4日夜、警察官や市の職員らが客引き禁止と書かれた上り旗や拡声器を使い、繁華街を巡回しました。岐阜市は対策として、客引きなどを監視する防犯カメラ3台を先月新たに設置し、稼働に向けて準備を進めていて、年末に向け、警察とともに見回りを強化していくとしています。時間等の被害行為を。